はっけー森さんまさか隣に並べると思わない、突然ですが今回大阪の堺市で夢道場という野球教室が開催されました。呼びかけたのは久米立夫さん、大阪桐蔭で森友哉選手の同級生、現在専属トレーナーを務める方。初の地元開催となった森選手の野球教室に密着、意外な素顔を見せてくれました。いい匂いする。やばい。いや、危ないよ。教えるとこありません。教えるだけです。森選手、子供教えることあるんですか？いや、あんまないですよ。何言ってか分からない。野球教室何回かやってるんですけど、はい、技術的なとこ教えても多分、まあそうですね、楽しくできたら最高っすね。いいかなと思います。おえぐい。すごっ。めっちゃええやん。すごい集まってますね今日。もうちょっともう人が多すぎてわちゃわちゃしてしまってるんですけど、本当に子供たちの心に残ってもらえる野球教室に今日はしたいという思いだったんで。素晴らしい。夢道場1回目ということで、はい、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。お願いします。森さん、ずっとキャッいつからキャッチャーですか？本格的にやり始めた高校ですね。あ、そうなんですか、ね、はい、中学校とか小学校の時もキャッチャーやりながらピッチャーやったりとか内野やったりとかやって、だから、まあ、今でも外野とかいろんなこう守ってもこう順応できる部分も。いや、順応できてないですよ。必死ですよ。日本シリーズも必死に守れてるの見てました。本当にもう食らいつくしかないんで。子供好きなんだって。あ、プレーしてる時とは全然違う表情してるから。そうですね。すごい優しい人なんだっていうね、新たな一面を見ることができて。そうですね。キャッチボールがどの辺見てたりするんですか、子供たちの。楽しんでるかと思います。森さんの子供の頃も細かいことは特に言われなかったですか？言われなかったですね。あんまり技術を一生懸命やってるかどうかみたいな。今回のやりすぎて大事な部分ができなかったりとか、まあ、もちろん怒られることも大事ですし、はい、野球やる上で試合の勝ち負けあって、勝って嬉しい、負けて悔しいっていうのは絶対大事なんですけど、まあ、それ以前にその野球の楽しさとかっていうのを忘れてほしくはないなと思います。プロはどっちが大きいですか？楽しむ部分ってあるんですか？プロ入って自分楽しいと思ったこと一回もないですね。嬉しいはありますよ。なるほど。嬉しいとか悔しいはありますけど、楽しいは正直ないですね。はい、ああ大変です。楽しましたありがとう。ピッチャー見て、ピッチャー見て、強く全部ホームラン集める。全部ホームラン多いね。いいね。代弁でもいいんですが、皆さん森選手の声が聞きたいはず。森選手、質問です。はい。足は上げた方がいいですか？一本足だ方が代名詞ですけども。どっちでもいいです。どっちでも、はい、自分がタイミング取りやすいポーズで。でもまあちっちゃい時から足上げるのは多分バランス的に難しいと思うので、全然すり足でも大丈夫です。なるほど。めちゃくちゃマイクで喋ってくれた。ホームラン打ちこつ。こつ教えてください。ホームランバッターじゃないかな。ほう。難しいですけど、自分が打ちたいホームランをイメージしながら練習からずっとずっとやったら打てたと思います。おお聞きたい。バットを打ちたい方向に投げるイメージ。逆方向打ちたいんやったら逆方向にバットを投げるイメージは結構大事かな。引っ張りたいやったら引っ張る方向にバット投げる。センターやったらセンターに投げる。逆方向は逆方向に投げる。逆方向にバット投げる。だんだん近づいてきましたが、はい。
変わってる。ピッチャーが投げるボールがあるじゃないですか。そのラインを引いてきて、そこのラインにバットを入れる。難しいね。だから、だいたいこの辺からこういう軌道で入ってくるボールに対して、バットをこういう軌道で出す。こういうボールに対して、そのままラインで。やっと、ミスショットは減るかなと。レベルなんですね、やっぱね。レベルだと思います。ダウンのイメージなんですか、もうちゃんと。いや、ダウン、いろんなイメージがあると思うんですよ。そのイメージで、試合でどれだけレベルに持っていけるか。アッパーで素振りしてて、試合でラインに行ってる人もおれば、思いっきり王さんみたいにこうやって振ってても、試合でラインに入る。その試合でラインに入る練習方法は人それぞれあると思うんで、でもそれは大人になってからいろんな方法が試したらいいと思うんですけど、まあちっちゃい時はもう極力このラインでずっと打ててた方がいいかなって思います。なるほど、はい、森さんのスイングがこうすくい上げるような感じに見えるけど、はい、あれは全てレベルに振ろうとしてる。いよいよ実打へ。森友哉選手が軟式を打ったら果たして。うわあ！それはやばい。あば。打球やばい。おお。ちょっと待って。力んでる。あ、本気出した。おお。抜いた。お前奥のさ、奥のあの超えそうだったよ。バットのそのラインがあの全部その体の動きと一緒なんだよね。確かに、あの無駄なスイング動作がなかった。全部アジャスト。仰天でした。本気を出した直後の森選手独特のこのスイング。森選手曰く決して腕でバットは振らずに下半身で振るとのことでした。そしてトップから一直線にインパクトに向かうバット軌道、肩のラインと平行、まさしくレベルスイング。さらにその後、森選手 VS 小学生の対決へ。対戦相手は森友哉さんですね、はい、どうですか。楽しみです。おー、いいね、いいね。狙ってるな。いいぞ、頑張れ。わあ。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー。来た。はい、スキャッチャー。スイングエグいね。
やりました、三振。どうでした？めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかった。やったね。いいね。素晴らしい先輩後輩対決。どんな選手になりたいですか？森選手みたいな腕元になりたいです。素晴らしい、ありがとうございました。頑張ってください。ちなみにその他にも大人 vs 小学生の対決が行われました。何が起きた？何が起きた？ナイスボール！大丈夫？言っちゃって。いつもそのいつもコメントでさ、大人げないってめっちゃ入るけど。いやもう対決、対決だったら真剣勝負ですよね。はい、未来に伝わります。大人の維持しない。そうっすよ、はい、森さんがいいって言うなら、はい、俺一人に余していくしまいます。おお、ボール、ボール、厳しい。どうですか？向こう。ここまでみんないい感じに抑えられ、小学生に夢を見せる平和な野球教室夢道場がクライマックスを迎えるはずでした。これ打っちゃっていいからね、言うとくけど。いいっすよ、打っちゃっていいから。小学生打率8割の。いっちゃいますか？やっぱり。いや普通に柵越えっすよ。あ、柵越え、すごい。柵越え。めちゃくちゃ早いですね。代打、代打します。大丈夫です。ライパー10近いせ。めちゃくちゃ雰囲気ありますけど、ね、雰囲気あります。体型だけは。おお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 いや、いぶし銀なバッティング。追い込まれてたから。そうっすね。これどうでした？めちゃくちゃいいバッティング。試合やったら100点満点。でもここでやるべきじゃなかった。ここじゃないっす。ここで出すべきじゃない。すいません。ナイスピッチ。